안녕하세요안녕하세요한국の今お伝えするコリエント TV の母です。今日はオリンピック公園に来てます。そう今日ね、イカゲームしに来ましたよ、ね、オリンピック公園。天気すごくいいです。緑の、ジャージかっこいいですか？ありがとうございます。ちょっとねちょっと恥ずかしいけど他にいたらちょっと声かけてみましょうか。イカゲームのその人形の近くに行くと結構いるんじゃないかなと思います。ちょっと公園の地図見ましょう。じゃあすると地図を見ましょう。今現在地ここですね。で、人形があるところがここだそうです。まっすぐ行くとここの辺に人形があるそうなので、まずは近いんでそこから行きましょうか。あとね、そこだけじゃではなくて結構ね綺麗なところいっぱいありますので、オリンピック公園散策したいと思います。マップとか、あと、おすすめですっていう、スポットがあるはずなので、ちょっと案内所にも行ってみたいと思います。オリンピック公園散策しましょう。すごくね、綺麗に保養が始まってますね。黄色、赤とか、なってますね。インフォメーション。インフォメーション見つけました。なので、ちょっとチーズもらいます。チーズとなんかここもスタンプラリーやってるみたいで、スタンプラリー持ってもらってきました。とりあえず一番近いところのスタンプを押しに行きます。親指、スタンプ1箇所一箇所見つけたのでスタンプを押したいと思います。押された？よく見えないけど、これなんかスタンプでインクじゃなくて、ちょっと凸凹こうやって押される感じなのかな。親指のスタンプを押してきました。じゃあ次まっすぐちょっとね人形のところに行きましょう。ここオリンピック公園ですので、オリンピックね、韓国でね1988年に開催、オリンピックを記念して、ソウルオリンピックを記念して作った公園なんですよね。見えてきましたね。近くに行くと音が聞こえます。イカゲームの、映画に出てきた音楽ですね。映画に実際に出る人形は7メートルだそうなんですけれども、これはちょっと展示用で4メートル大きさで新しく制作したものだそうです。聞こえてますか？ムグマコーチピアスニダって、韓国語のだるまさんが転んだ。子供は怖がるかもしれませんね。この音楽は6時まで、午後6時までやるそうです。あと顔は動きません。あと目もつぶらないですし、目も動かないです。これは展示用で新しく制作したものですので、まあ動かないですね。
人でやってますよ。ちょっと一周回りましょう。そうですね、これ展示会が3ヶ月だけやるそうです。で、1月まで展示会やるそうです。緑のジャージと赤の方いましたね。あ、ペコちゃん確かに髪の毛はね。一応韓国の1年生になったら、国語のに出てくるイラストのヨンヒンっていう子です。ちょっと声かけてみましょうか。안녕하세요저지금라이브방송하고있는데조금인터뷰해도돼요네 얼굴나와도돼요아네네네 안녕하세요저는지금일본분들한테라이브방송하고있거든요유튜브로지금코로나때문에외국인들이여행못오셔가지고대신보여드리고있는데여기이제오징어게임있다고해서왔다가예쁘게입고있으셔가지고 지금저기빨간색옷입으신분이랑같이오신거예요네지인이고저는네틱톡에서활동하고있는크리에이터들이어서아진짜요 나중에틱톡그아이디좀가르쳐주세요 아틱톡하다소ですよ아그렇군같이찍어도될까요아지금촬영하고계셔가지고 네, 네네 그럼이따가같이아네네 네감사합니다 틱톡하다소ですよ안녕하세요 안녕하세요 반갑습니다네오늘이거그뭐지오징어게임촬영하려고옷준비해오신거예요 아감사합니다 아건니치와오징어게임이한일본어로는이카게임아이카게임이카게임 아감사합니다 아카운트공개しましたよ혹시ちょっと気になる方は자すると영희와바이바이してもうちょっと歩きたいと思います。まだチャンネル登録されてない方、ぜひチャンネル登録お願いします。Twitter と Instagram もありますので、ぜひフォローお願いします。はい、今、スタンプラリーやってます。私、スタンプラリーとかね、あるとね、やりたくなる人なんで、どうですか？皆さんは、やりたい人ですか？やらない人ですか？ここのスタンプラリーは、ただスタンプを押すだけではなくて、ここの公園の中で一番綺麗なところの9箇所をおすすめするためのスタンプラリーなので、それをスタンプラリーをしたら、全部綺麗なところを全部見れるのかなと思ってやってます。スタンプのところ見つけました。ちょっとね。これ、韓国語では、洪水って言ってて湖って言いますけれども、日本ではこれぐらいは池ですよね。洪水の湖、洪水をそのままにすると湖で、淹没にすると池なんですけれども、どうも私が日本人と話して感じたのは、韓国人が思う池の大きさ、あと湖の大きさと日本人が感じる池と湖の大きさがちょっと違うような気がしますけれども、どう思います？韓国人はこれぐらいだと湖って言うんですけれども、日本人はこれを見て湖と思いますか？それとも池だと思いますか？韓国だと多分家よりも大きかったら湖って言います。で、家より小さかったら池、淹没っていうのかな？っていう感覚です。私の感覚だと。結構ね、この芝生の中で一つの木が立ってるのが素敵なので、結構ね、写真撮りにここ来る方多いです。記念写真で。
なんかね、ミュージックビデオで I believe ですよね。ですよね。じゃあスタンプ押します。スタンプ、あ、目的な彼女にも出たかも。うんうんうん、あの下になんかタイムキャプシュル植えたの、これなのかな、かもしれません。うん、結構綺麗なね、芝生ですね。ちゃんと管理されてるような綺麗な芝生です。え、どうやって上がるの？道あんの？あー、向こうにありそうだな。見つけました。5番目の。あ、いい景色ですね。ほら見て。このスタンプの隣から見える景色が素敵です。あ、これ。これがね、パイワっていう名前の、オブジェ作品だそうです。その前に、スタンプ、あれがあります。スタンプ、ラリー、見つけました。ここでね、噴水を、もともとはやるそうなんですね。ここに。噴水の、ところがあるんですけど、今は噴水はやってないですね。世界平和の門ですね。オリンピック精神をために作った建築物ですね。이거상화죠。어맞네평화의상화。ロッテタワーすごい高い。なんか綺麗な花畑が出てきたぞ。綺麗ですね。うん、ラブラブな写真撮ってる方、カップルもいましたよ。じゃあ、すると、ここの写真スポットありますね。こうやって。うわ、綺麗。綺麗。ここだ。千里眼ちゃん。多分5月とか来るともっと綺麗だと思うんですけど、今はね、バラの季節ではないんで、ここバラの庭園ですね。なんですけれども、そう、最後の、めちゃくちゃ硬くなってるんだけど、抑えられた。じゃあ全部、スタンプは終わりましたので、商品もらいに行きまーす。もらいましたー。どっか置いてお見せしますね、景品。で、9箇所、スタンプ押して、で、もらったのは、1番、これですね。この写真にあるものなのかな？この写真にあるものが全部磁石になってて、その8個の中で1個選んでもらう感じですね。で、私1番を選びました。これね、はい、オリンピック公園。じゃあ皆さん、長い時間ありがとうございました。それでは
また会いましょう。バイバーイ。